はい、こんにちは、ビッグボーイです。モンスターハンターワールドまたやってきます。加工屋でね、太刀をね、より強力なものにした、ブレイズショテルっていう現段階では最高の太刀かな。火属性、防具は変わらずで、今回はゾラーマグダラオスのいよいよ捕獲。捕獲ね。そういえば、おう、このツインテールおじさんにそんな覚悟があるだろうか。行きましょう。これだ。ご飯食ってこう。お、増えてる。野菜定食。あー、いや、こっちでいいだ。急げ、時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。準備は？特艦ですか。いけるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら、手を動かせよ。やってるな。先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。作戦開始。解放とバリスタで。さあやろう。マグダラウスを攻撃。体力を減らせ。負傷した者は。秋の大砲は。東方のキャンプで体勢を整えよう。待って、これどうやって使うんだったっけ。そうだ、弾が必要だ。ジエンモーラの時と同じだ。早い。え、こんなに早く発射できたっけ、これ。ちょっとあとは向こうに大砲もあるんだ。よいしょ。当たってる。これ大砲の方が強いな。どうだろう。どんどん撃て。
うわ、接近してきてる。多分ね、こんな装備で戦うよりもね、こっちでやった方がね、絶対効くと思う。あれ、ダメージ範囲外になってるかもしれないな。バリスタ行こう。バリスタ、バリスタ。あ、近い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 。あ、弾ない。どっかないか。すげえ、こっち来てるけど、まだ行けるか。近い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 。全然体力減ってる気がしないんだけど。大砲持ってこう。あ、ちょっと遠いな。あ、向こうのバリスタやられたか。壊れてる。これ戦える場所ないな。向こうか。これだ。待て待て、お前邪魔だ。腹狙え言うけど、これどこが腹だ。多分この辺。でも頭の方が効いてると思うんだけど。よし、よし。ただ弾が同じ場所に無限に置いてあるわけではないと。大砲に移ろう。発射。おお、あった。これ一度に大量に込めることはできないよな。できんのかな。できそうだ。2発。よっしゃ。あー、怖い怖い怖い。これもう一発いけんのかな。もう一発いってみよう。発射。おっしゃ。これでうまいこと交代させるんだな。込めまくる。おお、接近してる。弾なくなったな、ここ。ドンドンドン。これ上あんのか。マグダラオスの高速に取り掛かるぞ。各自単発式高速弾を用意。登れ。単発式高速弾は障壁の上だ。どう入れたらバリスタで撃て。どこだ。これか。おっ、今がチャンス。攻撃成功です。今のうちに攻撃するぞ。体力を減らせ。大砲に弾を込めろ。ありったけ込めてやる。もっともっと。
もっといこう。大砲パンクするぐらい詰め込んでやる。5発でマックスだ。届いてるかあれ。よし、1。これどこ効くんだ。こっちか。あれは体のどの部分だ一体。頭か。体調も頑張ってる。いつ体調も褒めるんだ。マックス、これ装備強化してきた意味あったかね。なくなった。よし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 。さあここは空だ。まだ余ってるところはどこだ。高速溶けた。溶けたけども向こう道具余ってないからな。ダメージ与えるっけない。腹はこの辺か。この竜が邪魔だ。お前らに当たってしまう。もっとダメージ与えないと。竜邪魔くせ、竜邪魔くせ。お前らに当たる。からじゃ腹が見えないな。あ、違う。第一障壁を突破します。障壁破壊される。ああ、第一障壁を突破しました。では次の作戦に移行する。ハンターたちに次ぐ翼竜を使い至急マグダラオスの背に移動しろ。みんな行くぞ。各所の翼竜の止まり木に急げ。翼竜、翼竜。乗り込むっすよ。ここからが正念場。相棒、頑張ってください。行くぞ。あっちか。これだ。うわ、指示を。奴の排熱機関を探せ。そこを叩き体力を減らすぞ。赤い吹き出すマグマに気をつけてください。排熱機関を発見、攻撃してください。おお、下って、よいしょ。これ違うよ。あ、これか。この武器も貴族性だった。これを破壊すると切れ味の低下が相変わらず凄まじい。でも動かない相手なら安心。ああ、熱い熱い熱い。いや、こんななんか尖ってるのが排熱機関なのか。叩いたらそりゃ火が出てくるわ。危ない。大丈夫。おお、大丈夫じゃない。さあ、よし、動いてる。どこ
次はどこだ。これどこ歩けんのかよくわかんない。こっちかな。え、これ大丈夫か。ほっ、無理だ。あった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 。これは採掘できるのでは。ドラグライト鉱石なんか聞いたことある。こっちだな。こんな重装備でよく登っていけんな。これだ。うわー、やけどする。ダメージでかいな、この太刀。強い火属性でも吹き出る。あちゃ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 。ちゃんと回復はして、危ないよ危ないよ。飛ばしょーい。よし、オッケー。おお、危ねえ。マグダラオスが石ころ落ちてる。マグダラオスが体勢を変更、立ち上がろうとしています。あかん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 。滑る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 。おお。違うよな。ハンターたちは上を目指せ。頭の排熱機関を破壊するぞ。もっと上か。ハンターたちに。あ、これは貴重。準備。承知しました。ああ、危ない。どこ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 。大丈夫ですか。落ちたのか今。わあ、あー危ない。これ食らったら落ちるやつじゃ。危ない。熱い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 。ちょっとここに降りよう一回。これもラペることできたのか。受付所じゃなかった、ごめんなさい間違った。イニシエの飛躍、これも使えってことでしょ。これ体力上限値が伸びるやつだったっけな。違ったかも。いや使っちゃおう。違うね、もったいね。登って登って。でも回復薬はまだたっぷりあるから。岩がめっちゃ転がってくる。よし、鉱脈発見。どこだ、こっちか。あれだ、落ちる。怖え。よいしょ、ちょっと溶かせていただくね、ここで。ついテールが焼けてしまう。はい、
これ落ちないよね。大丈夫だよね。よし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 、落ちるけど落ちるけど。どこ向かってんだこれ。ああれが第二障壁だ。ああ大丈夫じゃねえよ、死ぬわ。早く上行って破壊しないと。どこだこれ。どっから登れる。何？ハンターたちは外角上の排熱機関を探せ。四足歩行に戻ったんか。どっか上登らんと。これだろ。よし。うわーここで吹き出したらこうなるわ。切れ味なんてもう関係ねえ、切れてるから。回避。分かってますよ。赤になったら取るとこ。そういえば救難信号出すの忘れてた。いやこれ救難信号いらないな別に。よし、よし十分だ。第二障壁前におびき寄せるぞ。マグダラオス城のハンターたちそのまま待機。落ちるわ。落ちても龍が助けてくれる。とりあえず登りたいな。これ登る場所がないな。鉱脈掘りしてよ。マグダラオスが第二障壁前に到着しました。よし、高速を開始する。単発式高速弾を用意。登れる場所、あこれだな。あれあれこれ待って、どこが下でどこが上か分かんなくなってくるぞ。一旦降りるか。高速弾用意。命中です。おお、私はマグダラウスの外角上に急げ。捕まるのか。翼竜どこだ。モンスターです。外角上に未知のモンスターが現れました。バリスタ隊は援護の準備。ハンターたちは至急外角上に向かえ。これパッケージ、これパッケージモンスターじゃね。相棒気をつけてください。危ない。もう一度戦うのか。トイレねえよ今。痛い。飛びたいな。飛いた。ハンター助けて、他の人たち。ツインテールおじさんだけではちょっと無理がある。来た、どっから来たお前。時間がない、再配置だ。
せ。再生。やれやれ、どっちかな。え、失敗か今のは。一同揃っているな。これより作戦会議を開始する。さっき最後助太刀に来た先生ってソードマスターって人でしょ。前にこの作戦会議の後ろの方にいた。それでは状況を整理しよう。各担当報告。ゾラ・マグダラオスですが、大峡谷を越えた後は観測不可により動向不明、行方知れずです。ですが向こう側で痕跡を探し直すことができれば再追跡の希望はあります。これについては調査班から朗報がある。奴の起こした地殻変動の影響で大峡谷に亀裂ができた。この亀裂を通り抜ければ俺たちも向こう側に行けそうだ。では補給班からも報告です。捕獲のために用意した物資ですが、先の作戦であらかた使い果たしてしまいました。もし再びゾラ・マグダラオスを発見できたとしても、同様の規模で何らかの作戦を行うことはこのままでは不可能です。うん、総司令どうします。よし、ギルドに船を出そう。船ですかい。大丈夫なんですか。今は海も空もどのような状況であろうとも、我々はこのまま調査を続行するとギルドに意思を示す必要がある。その上で彼らの判断を待とう。船長やってくれるな。任せてくれ。毎日荒海を見続けたのはこの日のためだ。大峡谷に亀裂ができたことは文字通り活路が開けたと言えるだろう。よし、これよりハンターたちは大峡谷に向かえ。ソドマスターいたわそこに。亀裂を通り抜けた先でゾラ・マグダラウスの痕跡を探すんだ。それでは君たち、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。突然現れたモンスターについてはお話なし。探索で大峡谷に行きましょう。私も一緒に行きます。これでじゃあ第3のエリアが増えたのかな。待てよ。大峡谷、いろいろお話ししてみよう。新商品入荷よ。また新商品入荷。お、オータル爆弾と、なんかボウガンの装備じゃねえ、ボウガンの弾たくさん増えてんな。でもまだボウガン使うにはまだ早いな。そうだ、ネルギガンってパッケージモンスターだ。もしや。で、こちらも
まあ。別のクエストだね。これ女王ってことはリオレイヤーだよな、うん、リオレイヤーじゃねえ、リオレイヤーか。でここではね続々と薬草を増やしてもらったりしてる。さあ上の方にも行ってみよう。品揃えを増やしたよ。ここも増えてる。マップ、浮き具とか防具を買うことはないな、ほとんど。今は探索に行くっていうのが目的か。よし、じゃあ次回は大峡谷の探索ってところで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。